まあ、この富代店でございますが、まあ、1985年にオープンいたしました。まあ、38年ぶりのリノベーションといったようなことで、全面改築に近いような、まあ、工事を行うことが、まあ、できたわけでございます。まあ、あの1階の方はあのショールームとそれからお客様スペースだったんですが、まあ、それを全面的に2階の方ですね、お客様スペースをこれをメインにいたしまして、まあ、1階の方ももちろん車両の展示と、まあ、それからお客様スペースもございますが、メインは2階の方へですね持っていこうと、まあ、こういったようなことで真ん中の部分はですね au とそれから受付、まあ、それから待合と、まあ、こういったような感じで本当にあの全面的に改装いたしました。奈良トヨタグループですね、まあ、今年で5点目のリノベーションと、まあ、いったようなことで、まあ、あとはもう残るところ3店舗ということで、来年あのこちらの方をあのリノベーションリニューアルしますと、まあ、一応全店舗ですね、あの新会社合併後あの リニューアルリノベーションをすることが、まあ、できたと、まあ、いったようなことで、あの地域のですねあの特性に合わせた店舗戦略が、まあ、これで完成するわけでございます。2部のスプリンタークーペのレストアのキックオフ式ですが、50年前の半世紀前の車を今回あのレストアさせていただくと、まあ、いうことでございます。まあ、今カローラレヴィン、これあのもうちょっと古い非常に老朽化の激しい車をマホルバミュージアムの方へですね、その今あのやってる途上のところで、まあ、やってるわけなんですが、まあ、あの一応このスプリンタークーペと、まあ、のカローラレヴィンと同じ路線でやっていこうということでございます。まあ、現在ダイハツのミゼットですね、ダブルミゼット、まあ、こちらの方もレストアキックオフいたしまして、まあ、同時にあのミゼット2台と、まあ、それからスプリンタークーペですね、まあ、この3台をこれからまずは仕上げていこうと、まあ、こういったようなことでございます。メンバーもですね、あの今日のキックオフ機にあのレストアに取り組んでまいりたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いしたいと思います。ただいまご紹介いただきましたトヨタ自動車国内営業部地区担当員の小西和久でございます。日頃はトヨタ商品の炊飯とアフターサービスに多大なご尽力をいただきまして誠にありがとうございます。本日は富代店リニューアルオープンセレモニー、そしてスプリンタートレのレストアプロジェクトキックオフ、誠におめでとうございます。富代店がますます繁栄されますことをご記念申し上げまして、工事の概要説明とさせていただきます。奈良トヨタ富代店店長の福本でございます。開業当時のショールームではピアノコンサートやジャズコンサートが行われており、また2階では生け花店や水彩画店、小さなお子様のバレエ教室、育児サークル等も行われ、地域の方々の集まりの場でもありました。ご利用していただくお客様が多くなり、2003年今の整備工場を増築していただき、現在の富代店の広さとなりました。そして本日2023年12月、富代店はこのように大きく生まれ変わりました。スタッフ一同心機一転し、ソフト面も強化し、地域の方々に愛されるこの町一番の店舗を目指してまいりますので、今後ともよろしくご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。総勢19名で頑張ってまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。スプリンタークーペ、1973年昭和48年今から50年前の車両になります。KE25 スプリンタークーペ 1200SL です。全国での登録台数を調べましたら31台で、同じグレード 1200SL の台数が全国で2台しかないことをお聞きし、びっくりしました。このような貴重な車両をレストアさせていただくのは大変嬉しいです。まずは分解して部品の選定をし、消耗している部品や劣化している部品は TE27 レヴィンと同型車であるので、27レヴィンで学んだ知識や技術をこのスプリンタークーペのレストアに携わっていきたいと思います。今奈良ダイハツ様と作業をしていますダブルミゼットが12、13台、そしてスプリンタークーペが14台目になり、完走に向けて
頑張ってまいりますので、よろしくお願いします。どうぞ。こちらが今回レスターをスタートいたしますスプリンターです。